はい、では皆さんこんにちは。ちょっといつもとアングルが違う、うぶ主でございます。今回はですね、前回ね、ここにあります F16 を作りました。パッと見どっちか分かんなくなるのでデカールだけ貼っておきましたね。で、こんな感じで F16 を作ったわけでございます。失礼しました。でね、今回はここに映っております F2AB ですね。自衛隊の、まあいわゆる支援戦闘機ですね。今そんな名称ございませんけれども、でね、今日はねこれを作っていこうかなと思います。今回からちょっと変更をしようかなと思っていることがございましてですね、まず基本的にノーカットで、はい、皆さんにお見せしたいと思います、ね、私がバリバリ作っていく様子をね、早回ししていただくとね、タイムラプスみたいで面白いかなとか思ったりね。あとね、自分が切って見るよりも皆さんが見たいところとかをね、私がチャプター設定して、ね、何分何秒から何やってるよみたいにした方がいいかなと思ったので、今回はそうさせていただきます。ということでね、まず中身から見ていきましょう。ちょっといつもカメラがね、自分に対して真ん前にあるんですけど、だいたいどれくらいだろう、55度くらいね、右側にオフセットして置いてるので、ちょっとね、今斜めになってますけど、まあ制作中はね、この向きのままでいくので気になさらずね。はい、開けましたね。これ1300円ほどで Amazon にて購入いたしましたとね。こんな感じに入ってるんですよ。でもランナーが早速2つに分かれてるんですね、ここで。 A と B ね、こうありますと。今回は B 型作っていきますね。私松島仕様が好きなのでね、300ガロンの増装タンクを1本携行してね、AIM9 または AAM3 をどちらかに一発イナートだっていう形ですね。まあ、今回もね、塗装はしないのでね。で、まあ、こんな感じでキャノピー部品もね、2つ入っています。よし、では、あ、そうだ、あと当然ですけど、まああまり使わないですけどね、デカールと説明書も入ってました。じゃあやっていきますかね。ちょっと待って、よいしょ、すいません。あ、なんか僕のこのあたりちょっと今部屋整理中でごちゃごちゃしてますけど、ごめんなさいね。最初に作るのは何ですかね。最初に作るべきは、あ、コックピットでございますね。ちょっとね、F2AB ね、ちょっと今回型が違うんで、ちょっと作り方を間違うと大変なことになりそうな予感がしてるのは僕だけでしょうか。いや、本当にマジでね、こうプラモデル説明書読まないとね、似てる部分はあってもものが違うんでね。よいしょ、ここにもデカール用の水がね、常に置いてあるんですけど、まずコックピットからいきますか。コックピットはまず開けて、よいしょ、 K の3番っちゅうやつに、出るっぽいですね。 K ってどれでしょうかね。KKK、 あ、ありました、ありました。はい、これですね。じゃあこれを切っていきますか。いや、ほんとね、いつも編集してお届けしてるんですけど、
今回初の試みってことでね、ノー編集でね、チャプター設定で皆さんにお届けしていく動画になりますと。いやでもこういうのやってみたかったんですよね。よいしょ。はい、こんな感じで切り取りました。で、椅子が椅子じゃないな、次なんだろう、何からいきましょうかね。まあ手っ取り早く椅子からいきますか。 L6 番っていう部品ですが、よいしょ、 LL、 L ってどれだ、いつもこのね、探すので時間かかっちゃうんですよね。よいしょ、見つけましたよ、ようやく。これでした。ちょっと今回ね、カッター、下に敷いてるカッター板の色をね、ひっくり返してみました。そう、表が白で裏が黒なんですよね、これね。本当にこう小さな部品ですけどね、バリ取りは怠らずやらないとね。せっかくのプラモデルなのに部品が入らないなんてことにね、なっちゃうのでね、本当に。で、これなんか同じランナーがもう一つ入ってて、で、ここにありましたね。いやでも本当にこうね、ノー編集でね、ただシーケンスに並べただけの動画を見てる時とかはもう俺バカじゃないのってくらいめっちゃ喋ってるんですけど、よいしょ、傷つけちゃった、よいしょ。でまあ適当にバリを落としてみて、ちょっと合わせてみますかね。寄れるかな、はい、こんな感じに乗るっぽいですね。はい、ちょっと今カメラが反転しててすげえ分かりづらいんですけど、こっちからは。まあでも一応これで乗るみたいですね。はい、じゃあ合わせたところにもう接着剤入れちゃいます。ちょっといつものあれ回すの忘れてました。なきゃないで困るんですよね、このハンディファンみたいなやつで。前もね、やっていきますと。よいしょ。で、くっつくのを待ってる間にですね、次あれ行きますか、あの何、ケーキ版っていうやつですね。 K の17、18、 K、 前が18ってやつですね、このちっちゃいやつですね。またこれ小さいですよね。よいしょ。
表を入れてみますと、こんな感じで、ここに載ってるのがさっき入れた K-18 という部品ですね。止めちゃいますか、もう。やっぱね、プラモデルって時間がかかりますからね。自分みたいに色を塗らなくてくっつけていくだけだと本当すぐにできちゃうんですけど。はい、一応流しましたと。で、後ろの17番という部品も切り出していきます。ね、すごい小さい部品ですけど、これも一応ね合わせてみましょうか。これもね、こうカメラをこうビューッとやるとね、椅子の鉱石の前にこの部品がねあるの分かると思います。こいつが17番の部品ですね。 K-17 っていう部品です。よいしょ。すごい、こいつがね揺れるんですよ、嫌がらせのように。まあ最初に止めてしまいます。で、ちょっとピンセットで、押さえて、で、まあ2つ乾くのを待つ間に、次操縦桿へ。普通って後ろから操縦できるんですね。へえ、後ろに操縦桿あるなんて知らなかったです。 L2 番ですね。 L2 番だから、こっちにあるか。あれ、 L あったあった、前と後ろで部品同じようですね。こう間違って落とさないようにね、しないとなくしちゃうんで。まず両方切り離しておきますか。今回ね、この黒いのを方に反転した理由っていうのが、部品なくさなくていいかなと思いまして、落としてもすぐ色が濃いところが下なので見つかるかなと思いましてね。で、この操縦桿がですね、微妙に倒れてて、どう前に倒れてる方、前に倒す向きに入れていくようですね。見えますかね、これ。
なんとなく椅子の前に何かあるのがね、分かればいいんですけど、ここにこれがね、操縦桿ですね。で、これも止めますと、で、もう一方も入れてしまいます。はい、一応こんな感じでね、操縦席、まあコックピットね、こんな感じに形は出来上がりまして、ちょっと今固まるのを待ってる段階でございます。じゃあその間にですね、 B 型の方の部品を切っておきますか。でですね、これ A 型作る皆さん、注意ですけど、 A 型はこれ重りが必要なようですね。やっぱり前2席分の重さがないので重りいるみたいですね。で、普通 B の方には重りの指示がないので入れなくても大丈夫かなと思いますけど、まず胴体の下はね、こんな風に共通のなので1個しか入ってません。これ最初見た時びっくりしちゃったんですよね。どっちも入ってんのかと思っちゃいました。まあそんなわけないんですけど、いやでも焦っちゃいますよね。初めて作るんで、普通はこの年になって、ね、バリの処理も忘れずに。よいしょ。で、意地悪なことにね、翼の合わせ目になるところにもね、こう出っ張りがねあるので平らにしてあげますと。両方ありますね。で、あと前にも、前とかはねあんまり力強くガリっていってしまうと機体の形変わっちゃいますんで、ね、変な F2 に、ね、ならないようにね、皆さん気をつけていただければなと思いますけど、で、ここ前にね、このポチがあって、それがねカチッと合うんですよね。ね、今こんな感じに乗ってます。まあ振ったら落ちちゃうんで振らないですけど、でですよ、で次 B の前の方の機体なんで、このね D の1番こっちを使います。今日はやっぱ F2 でかいですね。やっぱり如実に現れてますね。もう明らかにランナーがでかいんですよ。よいしょ。あ、出ましたね、この注意ポイント。このヒゲがあるところの近くにこのバリがあるんですよね。これね、 F2 とかね作るとき特に気をつけた方がいいポイントかなと思います。慎重にやらないとヒゲまでえぐってしまうんでね。
あの猫でいうヒゲがない状態で見えてない状態と同じですからね。これ確かセンサーだったはずなので、ちょっと合わせてみますか。どうだろうか。あ、そうだ、割りまだあったでしょ。バリは確実に処理しとかないと本当にね、やばいことになっちゃいますからね。あのカパカパの機体に仕上がっちゃうんで、なんか挟むもんないかな。よいしょっと、はい、2つありました。で、こう先に前2つ重ねちゃうと、この下のこの部分が見えなくなってしまうので、ここに必要な部品も出しておきますか。 F の7番、あ、あったあった。で、この F の7って部品が前につく部品ですね。よいしょ。で、これをね、この中に入れていくわけでございますけども、だいたい位置が分かったところで、ね、接着剤流し込んでおきますと。で、一応構造上不安なので下からも入れておきます。ここに今部品が入りました。で、せっかくなので、隣の部品もつけますかね。後ろの足を支えている8番ですね。 F ですね。これもね、一緒につけていこうと思います。これも同様ですね。これくらい一体成形してほしいなと思うんですけど、まあ難しいですよね。で、だいたい分かったら固定します。
ね、今ここのね後ろに部品を入れた感じになりますね。でさらにですね、面白い部品がございまして、まだ開けてなかった。この P の2番っていうね部品がありまして、このスタビレーターの付け根にね差し込まれるっぽいですね。切りますか。よいしょ。これちっちゃい割にバリがすごい。サンドペーパーかなんかで削っちゃいますかね。比較的すぐ取れましたね。特になんか向きがあるわけでもなさそうですね。はい。で取れたんで、試しに入れてみますか。まあいわゆる強化パーツってやつですよね。映るかな。ここにねなんかパーツが載ってるのがわかるかなと思います。2つね、これがね強化パーツですね。じゃあくっつけちゃいますか。ね、こんな感じでくっつくのを待とうと思います。でさらに次ですね、このねエンジンのね中の部品も一緒につけちゃうっぽいですね。よいしょ。これも処理しておきましょうか。もうやりすぎない程度に。よいしょ、整えてあげて。でこれですね、よいしょ、こう分かりづらいんですけど切り欠きがありまして、これをね上にしてこうスポッとはめちゃうみたいです。
で、よいしょ、打ち決めしたら接着剤入れます。で、後部胴体切ってないですね、まだ。はい、これですね。これをまた切っておきます。乾くの待つ間にね。で、ここにね、ちょっと翼の合わせ目が来てるので、バリをしっかりね、取ってあげます。よいしょ。で、ちょっと乗るか試してみますね。うん、乗りました。あ、そうだ、バリがまだ残ってるので、さっきまでここに洗濯バサミがあったんですけど、ちっちゃい、どこ行っちゃったかな。あれ、さっきまで触ってたんですけどね。あ、ありました、ありました。よいしょ。で、ウェイティングの指示がないので、そのまま組んでいこうかなと。どうしますかね。あ、ちょっとでも一応傾くのが嫌なので、ね、小さい重り入れておきますか。あの、ランナーを切り離したものなんですけど。まず最初にコックピットをくっつけますか。
で、こんな感じで乗ってますんで、で今度前に重りを一つ入れときます。まあ大丈夫だとは思うんですけどね。これ先に後部胴体入れないとはまらないタイプですかね。まあやってみますか。お。よし、じゃあ最初にこの後ろ側から接着剤入れていきたいと思います。その前に力いきますか。で、反対側もっと。でこのエアブレーキの部分だけパカパカしちゃうんですけど、これは後からにして、で次に翼の合わせ目付近行きますか。
両方あるのでしっかりくっつけとかないと。ね、軽く押さえておきますと。すごいですね。普通のエンジンノズルリアルでいいですね。まあ、まだノズルついてないですけど。どんどん接着していきますと。で次ここのね継ぎ目があるのでここに流します。一気に行くのは難しいのでじわじわ攻めていきますか。ちょっと今ストレーキの部分をね接着してるんですけど、なんとか入ったっぽいですね。でちょっと機種部分はいつものお約束ゴムでぐるぐる巻きに。で接着剤を流し込みますと。で先にも忘れないうちに、で軽くこうね押さえててやりますと。先がくっついてしまえば問題ないので、と部品の入れ忘れ等もないようですね。ああよかった。お、先だけくっついたようなんで外しますね。次は
どうしようかな。じゃあインテーク行きますか。インテーク両方あるので、インテークじゃない、エアブレーキ両方あるんでね。こうマスキングしてしまいますか。こうやってくっつくのを待ちましょう。で、くっつくのを待つ間に翼でも切りますか。やっぱ大きいっすよね。ね、こんなに大きいですね。 F16 と比べて確かに一回り以上大きい気がします。まあプラもね、スナップキットじゃないですからね、こういう切り出す楽しみっつうのもね、あるんじゃないかなとね、思いますけど。合わせ目のバリくらいはね、しっかりと処理してあげたいですね。私はカッター慣れてるんで、カッターでも平らにはできるんですが、こんな感じですね。結構大きいですね。よいしょ。 F16 と比べてもね、映ってない、こう、まあ分かりづらいですけど、結構長さが長くなってますね、幅っていうよりも。で、ちょっと合わせ目をね、今から仕上げていきます。翼のここがね、合わせ目になるので、F16 はやらずに済んだんですが、 F2 ではやる羽目になりましたね。
さっきよりかっちりはまるようになりました。はい、見事後ろもくっつきました。で、インテークでも作りましょうかね。A の167。これですね。ちょっとね、インテークは F16 で嫌な思い出あるのでね、ちょっと注意していきたいですね。まあ、あの前回の動画をご覧になった人はね、わかるかと思いますけど、固定してたはずのインテーク部分がパチンって外れちゃったんで、ちょっとトラウマですけど。で、 F2A型B型、あのアンテナが違うんですよね、インテークについている。ね、そこも再現されてるので、AB 間違わないようにしないと。ランナーとの接合部って減らないもんなんですかね、これね。こうやってなんかプラモデル作ってると、なんか自分と向き合えてる感じがしてね、なんだろう、素のウプ主が出ますよね、これね。で、さらに N2 番、あ、これか。で、この足が入る部分もね、切り出しておきます。いやー、でも本当僕休日になると寝てばっかりなのでね、こういうことでもしてない限り起きてないので、たまにはいいですね、こういうのもね、楽しいしね、手も動かせてね、ボケ防止にもね、なるんじゃないかなと思いますけど、これ嫌だなー。そう、これにもバリが。ちょっとインテーク脇のね、バリを軽く処理して、逆か。今回なんかうまく挟まんない。
お、来た。で、これが外れないうちに。で、これの向きが、これ前に穴2つ開いてるんですけど、それがこう、こうですね。ですね。じゃあこれもくっつけちゃいますか。で、これが入ると。おお、あ、ぴったり来ましたね。しょ、危ない。 F の11番入れ忘れてた。エンジンのセンターピラー入れ忘れてましたね。いやー、これ差し込むんじゃないんですね。差し込むもんだと思ってたら全然違かった。
なんとかかんとか。この中に入れてみましたよ。危なかった。で、これをここに再度差し込むわけですか。なんか F16 に比べて口が小さいような気がしますね。で、尾翼も作っちゃいますか。尾翼これですね。インテーク乾き待ちです今。インテークこれ一体成形になってそうでなってないんですよね。左右に部品が分かれちゃってるんですね。最初に前から行きますか。前がねとかどっちかがくっついてしまえば楽にはなるんですけどね。
軽く押さえておきますね。でですよ、ああそうですね、で普通そういえば機種によってアンテナ違うんで、 B 型のアンテナつけなきゃいけないですね。乗るとこんな感じですね。でっかいっすね。よいしょ。じゃあくっついたっぽいのであれつけますか、アンテナ。アンテナじゃなくてまず F の10番、F の番こやつらでございますね。これまた変な向きに、落ち着いてけ落ち着いてけ、切るっていうよりもプチって取った方が早かった。なんとか取れましたよ、2つ。で、太い方が前なんですね、これ。ああ。ちっちゃすぎる。本当にこれ幅1ミリもないんですよ、この部品。危ねえ、飛ばしちゃうとこでしたよ。あーもう小さい。一応なんとかついたのでもう止めてしまいます。早速どんくらい小さいかと言いますと、ここに部品乗ってると思います。これ自分、私の指先と比較、あ、じゃピンセットの先と比較してみてください。こんなに大きさちっちゃいんです。でこれをねもう一つつけなきゃないんですね。あんまり小さい部品やりたくないんですけど、まあ A 型 B 型物が違うのでしょうがないですけど、落とすとどこ行ったか分かんなくなる。
あ、なんとか乗った。取れた。なんとか着きましたね。で、F の5番。これもまたね、すごい小さい部品で。でここに着くわけか。そうかそうか。じゃあこれ最初に接着剤乗せた方がいいかも。いかんせんね、自分も初めてのプラモデルなので、これ F2 は。うん、ぴったりつきますね。いいですね。先にインテーク入れてしまいますかね。はい、こんなんですね。なんかもうすでに大きい気がする。
で、お次はベントラルオートとベントラルフィンですね。F の15番、16番。じゃあまず右の15番からいきますか。どうなんですかね、これ。15番入りましたね。じゃあ16番入れてみましょうか、反対側。うまく入るといいですけど。あぶねえ、折っちゃうとこだった。よいしょ。すでにはまっているので止めてしまいます。もうん、いいんじゃないですかね。で、次はエンジンですな。エンジン嬉しいことにノズル閉じた状態ですね。こういった感じですね。で、これがさっきの切り欠きに合うはず。ちょっと若干隙間が空いちゃいますけど、まあ柵の施しようがないのでね、これで止めてしまいますか。もう
で、まあ一応エンジンもねつきましたよ。そんでですね、次はは羽をつけろと。なるほど。じゃあ主翼からいきましょうかね。でこうちょっとカパカパしてる状態で接着剤を入れてやってキュッと。いや本当に主翼神経使いますね。左右で同じ角度にしないといけないので、ちょっとまだぐらついてるので、ね、あんましいじらんようにしときますか。よいしょ。で、スタビレーター3番が右なんですね、これは。で、ああそうか、さっきの補強パーツのとこにプスッとはまるわけですか。なるほど、いいですね。スタビレーターのパーツ全部こうなればいいですね。すごいスタビレーターも大きく感じますね、やっぱり。よいしょ。で、普通のスタビレーターは確かこれ水平じゃないんですよね。入れてみますか。お、主翼もだいぶかっちりつきましたね。なんかいいのっていうくらいきついんですけど。あ、入った。
ああ、いいですね、やりやすくて。はい、もうこんな感じで止まっちゃいました。ちょっと合わせ目消しますか。で、あと接着剤を流し込むだけですね。楽でいいですね。あのパーツが1個あるだけで。尾翼を立ててみますか。お、だいぶ様になってきましたね。やっぱ明らかに大きいですね。やっぱ私 B 型見慣れてるせいか、やっぱあれですわいいっすわ。じゃあ先に燃料タンク300ガロン作っちゃいましょうか。よいしょ。300ガロンはこれですね。よいしょ。ね、F16 とか F2 にしか使われないこの形ですけど。あ、そうだ、この動画の本編ね、これの何、このノーカットの動画が本編になる予定ですけど、あの燃料タンクとかの600ガロンとか組み立ててる何て言うんですかね、その組み立ててる様子とかもちょっとね、裏話的な動画にしておきますわ。はい、よろしくお願いします。
さて、じゃあこれ作ろうかな。よし。さてと、300ガロンの燃料タンクを作ろう。と、その前に、ね、尾翼つけたいと思います。よいしょ。尾翼ね、よいしょ。うまくくっついてくれるといいんですけど。まあ、見た感じね、まっすぐにはなってるので、このまま行きたいと思います。一応まっすぐに。おお。ちょっとついたはついたんで、この向きのまま置いときますか。だいぶ F2 らしくなってきましたね。次が、あ、燃料タンクはまだいいか。ちょっと後回しにしますね。まず前の足をつけなきゃないですね。あった。よし。あ、これも前回の F16 同様、一体成形ですね。足、タイヤも一緒にできてますね。ただ後ろの足はね、なんか違うみたいですね。で、これが、はあ、こうなると。で、もう一個部品があるんですよね。K の14番。どういうことなんだろうな。まあ最初に足の本体つけちゃいますか。
とりあえずまっすぐつけばそれでいいんですが、あ、尾翼固まりましたね。まあ、若干斜めですけど、まあ気にしない気にしない。で、この謎の部品がどこに入るのか、よいしょ、探ってみないと。はあ、なるほど、その部品だったのか。わかりましたよ。あの、足開け閉めしてる部品ですね。ああ、ちゃ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 、足を開け閉めしてるんじゃなくて、あの、前の足の蓋を開け閉めする部品だったんですね。で、A の4番そうだそうだ、そのみそうみたいですね。刺さるところはありましたよ。よいしょ。で、足のカバーを、G の1番ちっちゃー、よいしょ。まあ俺もつけなきゃないし、5じゃなくて1でしたわ。よいしょ、長さ1ミリくらいで、太さなんか太めのシャーペンの芯くらいしかないんですけど、飛んでっちゃったー。いやー、一個飛ばしちゃった。またやっちゃいましたよ。じゃあこの G の1番はちょっともったいないですけど、断念して、足のカバーに移りますか。
よいしょ。足がね、意外に難しいんですよね。よいしょ、黙り込んじゃってすんませんね。よいしょ、ピント合うかな、これ。この辺にね、なんかちっちゃい部品が見えると思うんですけど、謎の部品の正体、これでした。いや、ようやくわかりましたよ。おっとっと。はい、いやーほんとちっちゃい。よし、ではようやくメインギアに入れますね。で、F の6番っていうパーツが欲しいみたいですね。はい、ありました、ありました。F16 の時にも作ってた、足の間の部品ですね。はい、見えるかな、この部品ですね。このなんか壁になってるのが見えると思いますが、これでしたよ。で、
足。最初どっちから行きましょうかね。ひっくり返してみたときに右から行くので、じゃあ剣の6番ね、右から行きますか。よいしょ。またね、今押さえてるんですけど、でもう反対側もねつけておきましょうかね。よいしょ。ほんとね、戦闘機って足細いですよね、モデルさんみたいに。まあ、F2 はね、細い2よりも短いんですけどね。まあ、設計思想はね、様々ございますので、民間人が首を突っ込んじゃいけない領域かと思いますけどね。いやー、もう本当にね、こんな感じで足の部品がついております。ああ、もうだいぶ F2 っぽくって、もうほぼ F16 ですよね。よく見ると違うけど、正直言って僕にはよくわかんないです。で、こいつが固まるのを待つ間にF の1番っていう部品を切り出しておこうと思います。よいしょ。足と足の間に入る部品ですね。あの、パイロンがくっついてる部分だと思っていただければそれでいいんじゃないかと思いますけど、これよいしょ。で、穴開けろって、そんな細いバイスないぞ。もっと大きいバイスしかないぞ。これ僕の工具箱です。よいしょ。ちょっと前にね、100均で買ってきたんですよね、ピンバイスとか入れとく箱が欲しいなと思いまして。いや、でもあったらあったですごく便利で、制作がはかどるようになりました。ギリギリいけるかな。ちょっと行ってみますわ。よっ。穴開きましたね。
まあ、本来の穴よりちょっと大きいですけど、まあもうちょっと細いバイスもこれから揃えたいですね、ピンバイス。で置いといて、よし。で次ですね。ああそっか、またあれをつけなきゃいけないですね。よいしょ、ほんとあの足を引っ張って格納する時のよいしょシリンダー部分ですかね、それをまたつけていきたいと思います。よいしょ、で、これドアはどこに行くのかな？ああ、はいはいはい。わかりました。おっと危ねえ。よいしょ、なんとなく見えますかね。
この辺に横に部品が入ってるの、これを今入れました。で同じ作業をもう一度、F2 と F16 の制作でね、一番気をつけるべきはここかなとね、個人的に思っちゃうんですけどね。つきましたね。で、でだ。足をロックするアームみたいなやつもつけていきますかね。本当ね、最近のプラモデルって軍事機密が漏れ出しそうなくらい正確ですよね。はいはいはい。うまいこと乗ってくれたのでね、今のうちに止めてしまいます。で乾くの待ってる間に反対側も行っちゃいますか。どうですかね、これ前より手元見えてますかね。見えてなかったら本当めっちゃ平謝りしますわ。いやまあそんなこと言ってマジで見えてなかったら本当に謝罪文掲載になっちゃうんで、ちょっと今気をつけなきゃなと思ったんですけど、なんか今日はすんなり乗ってくれてる気がしますね。よ、失礼して、はい、こんな感じですね。でここにあれだ、このこやつを
取り付けるわけですか。で、さっきの、穴開けてたやつつけるとこんな感じですね。穴開けてたとこ映ってたかな、なんかよく確認してないんでわかんないですけど、でこの足のカバーを閉じるための部品ですね。 K の何何番か、はいはいはい、ありましたありました。入った。ってことはここに接着剤をつければ、はい、これですね。ちょっと爪長いけど、ね、このなんていうの、あの釣り針みたいにひん曲がった部品がね、ね、あの足を、足じゃない、足のカバーを引っ込めるパーツですね。よいしょ。ほんでもう片方もいきますか。で、ここかな。はい、これで両方つきました。じゃあどうしましょうか。足つけちゃいますか、先に。よいしょ。足、タイヤ、足じゃない、タイヤですわ。タイヤを、よいしょ、取り外します。タイヤがね、ピシッと乗ってくんないんで、接着剤先につけますか。
こんな感じにやってますよ。で、もう片方もやりますか。まあこれくらいの重量だったら落ちてこないと思うので、あ、そうですね、落ちてこないですね。で、今こんな感じですね。で、乾いてくれれば置けるんで、まだ置けないな。じゃあ後回しにしてた燃料タンク作りますか。燃料タンクね、部品だけさっきも切り取ってたんで、よいしょ。今回1本しか使いませんけど、よいしょ。よし、で隙間に流していきますか。でギュッと、ね、しばらく押さえておくと取れなくなるんで、ちょっと押さえておきますか。意外とプラモデルってね、タイヤがもろかったりとか。あ、そう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 、そういえばさっき AM3 作ってみたんですけど、これ4発の、じゃあ羽4枚のうち2枚別パーツでした。でランナー見た感じ、あと対艦ミサイルの ASM2 が羽が全て別パーツになってたので、ちょっと作る気失せました。いや、せっかくならね、対艦ミサイルくらいね、一体成型にしてくれると嬉しかったんですが、まあそこはいろいろ大人の事情でしょうな。
適当に挟んで放っておきます。でキャノピーでも切り出しますか。開いてない。はい、これ B 用のキャノピーですね。あ、取れた。なんか使わなくても取れちゃいましたよ、ニッパー。よいしょ。足を置けるようになりましたよ。で？で、後ろ側もキャノピーが分割されているので、若干後ろ重たいですね。ほんの少し。あ、後ろ長いですね。あ、バーディー。よし。あ、そうだ、キャノピー部品もう一つあったな。 K の11番ね、小さい部品が一つあったので、これつけた状態でキャノピー閉まるのかな。ああ、
乗るな。よいしょ。やっぱ若干後ろが重たいようですね。もうちょっと重り入れればよかったかな。まあいいか。で、そうだそうだそうだ。J の2番。で、これを付け忘れないうちに。
さて、じゃあキャノピーでもつけていきますかね。よいしょ。よし。で、やっぱね、キャノピーつけてると黙っちゃいますね。あれだ、足用のカバーですね。F の17の。クイックやってたら取れちゃいましたよ。よいしょ。
いやちょっと今部品の何曲がりを直しながらやってたんで押さえてますけど、で反対側も行きましょうか。よいしょ。今こんな状況です。よいしょ。よし。で、9の1番ってどれ？そんなランナー、何？真ん中に燃料タンクつけたのにパイロンの部品なんですけど、そんな見てないですよ。ありましたありました、こんなところに。でこれですね、ピント合わねえか。あんまピント合ってないですけど、この細いちっちゃい棒がね2つ出てるんで、これをね削り取っちゃわないようにしないと多分あったとやばいことになりますね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。
よし。で、まず接着剤を。おお、意外とピッチリつきましたよ。で、タンクを乗せまして、またこれをくっつけていきますと。はい、タンクがつくとね、現状こんな感じですね。また後ろ重心になっちゃったかな。重りもっと重たいの入れときゃよかったかな。置けるかな。あ、でもそんなことないわ。で、なんか一つ刺さってないな、まだ。いや、ピトー管は後にして、コブでもつけますか。F の2番、3番。ね、お顔についたコブ。よいしょ。ちっちゃいね。よいしょ。よいしょ。で、このアリンコみたいにちっちゃい部品を、乗っけてみたんですけど、わかりますかね、これ。ビューっと。なんかこの親指のあたりになんか乗ってませんかね。これがね、まあ、これもセンサーだと思うんですけど、よいしょ。これをね、今、くっつけてる最中でございます。F16 いじってたらこれ取れちゃったんですよね、触ってたら。
よし、着きましたよ。で、さらに F2 もう一本おひげちゃんが K の12番っていう部品ですね。まあいわゆる2本目のピトー管みたいな部品なんですけど、本当に1ミリくらいのちっちゃい部品。で、おひげちゃん。これですね。ちょっと見にくいけど。よいしょ。わあ。まあ後ろツンってやんない限り傾いては来ないですかね、重量的に。さて最後の最後ですね。このミサイルを一発つけて、ああまだだ、ピトー管が刺さってない。ピトー管って何番？ K の15。さっきのこれか。よし。刺さるかな。お、刺さる。
はい。で、ピトーカンも刺してみました。まだ乾いてないんで動いちゃいますけど、で、最後のとどめですね。AAM3 でもつけて最後にしますかね。今日の目的は AM3 をつけることなので、よいしょ。よし。はい。つうわけでですね、若干後ろが重いですけど、ね、F2B 松島仕様の、素組み無塗装のプラモですね、完成いたしましたね。こんな感じで、まあ、ちゃんと撮った写真はね、ツイッターとかに載せておこうかなと思います。いやー、いいですね。もうまんま松島仕様ですよね。はい、ね、こんな感じで完成いたしましたということで、まあ3時間近いね、ノンストップ動画で黙り込む部分も非常に多かったかなと思いますけどね。いやでもできてよかったですね。チャプターを設定していると思いますのでね、その概要欄からね、チャプター見ていただいて、自分の見たいところをね、見ていただければ幸いです。ありがとうございました。